見てくれ、イナズマックスの覚醒がマックスになったぞ。星が7つ。それに伴って戦力が519,653。なかなか強くないか。いや、科学タイプが全然いなくて、これ今イナズマックス、うちが持ってる科学タイプの中で多分ベストナンバーだ。ベスト3ぐらいに入るぞ。イナズマックスの上が、ジェノス、童貞、駆動騎士、だな。ってことは今のベスト4、それがイナズマックス。いや、そんなこんなで見ていくか、イナズマックスの強さ、そして可能性を。まあとりあえずあれだな、現状を見るか。現状はレベルが70で戦力が50万を超えた。でスキル上限10、覚醒がマックス、超覚醒はなし、アビリティもなし。で装備が、専用カードはどっちもレベル50、装備は稲妻で、ブーストカードは3つ。そんな状況だな。それで戦力が50万を超えてる。そしてスティル、通常攻撃稲妻蹴り、敵単体に 100% のダメージを与え、 100% の確率でターゲットを2ターンの間燃焼。あ、 100% の確率で燃焼するんだ、稲妻マックスの通常攻撃って。燃焼ってあんまり使ったことないけど使えるのかな。必殺技稲妻飛び後ろ回し、長えな。長え。敵単体に 200% のダメージを与えて、100% の確率で燃焼状態のターゲットを一ターンの間、効果命中と効果回避を無視してめまい。え？めまいできんの？イナズマックスって。燃焼状態のターゲットか。燃焼状態のターゲットにのみ、めまわせる。案外使えるのかもしれない。で特性なんだ、極電光石火。燃焼状態の敵を攻撃すると攻撃力の 120% の追加ダメージを与える。強いな。燃焼状態にするのがあれだな、肝だな。これはいいか。とりあえずイナズマックス、イナズマックス勝負しに行くか。勝負しろ。よし、じゃあ確認は16、暗黒盗賊団創作のハード、メルザルガルドで行く。とりあえずノスか、メルザルガルド。まあ、勝てるだろう、このメンツなら。なんたってもうな。王が両サイドにいるから。まあ、とりあえず攻撃するか。通常攻撃。10万。なかなかいいな。ジェノス久々に使うな。強かったっけ？どうだったっけ？あ、6万。まあ、普通か。来た、獣王。獣王も懐かしい。強えよな、うちの獣王。10万。来たぞ、イナズマックス、見せてやれ。必ず燃焼状態にするというイナズマ蹴り。いけ！ああ、まあまあまあ。まあまあ、いいんじゃないか。で、地底を。まあ、地底はまあ、どうでもいいわ。そこそこか、攻撃力。ちなみに、駆動騎士。うちのメンバー、あれか？うちのもう一軍だよな、駆動騎士は。攻撃。うちの一軍と同じぐらいの攻撃力じゃないか。やばい、あぶねえ。次で乗される。真ん中やった方がいい。おっと、なんだなんだ、ん、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、やばい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 、あぶねえ。みんな必殺技をしてくれ。どうしようかな。まずイヌマンやるか。かませイヌマン、強っ強っ。そしてジェノス、うわ、どっちだろう、上か下かな。下か、下でいいか。いや、真ん中か。いや、下でいいか。いけ。うん、27万。ここで見せつけるか、イナズマックス。イナズマ飛び後ろ回し、あ、まさか下の敵燃焼ついてるからめまうんじゃないか。いけ。20、あ、同じぐらいだ、ジェノスと。それにめまう。なかなかいいかもしれない。そしてあれだ、地底王も燃焼状態にするぞ。あれ、地底王と相性いいのか。まさかイナズマックスと地底王のコラボ、これはいい、これは良さげだ、絶対に。どうしようかな。一回真ん中の一つ、念のために。そして見せてくれ、電撃決戦。
つさ。いや、そんな強くねえな。なんだ、あ、やばいやばいやばい、死ぬ。おお、いいやないの。ポチッとな。やばい、死ぬ。あ、終わった、終了。いいと思う。別の世界線に移動しなきゃな。別の世界線に来たぞ。前後を逆にしてみた。これで勝てる可能性が上がるだろう。いや、まさか燃焼案外いい。燃焼というなんか新しい道具を見つけた感じがするな。いい。燃焼チーム作るのも面白い。おー、いいぞ、地底王。あれ、地底王のこのね、なんか反射攻撃って燃焼してる敵にだけやのかな。そして来たぞ、イダンズマックスの稲妻飛び後ろ回し蹴り。これは一番上だろう。一番上のキャラ目回せとくだろう。これは目前、いいね、30万約。なかなか使えるぞ、稲妻マックス。案外いい、案外いいぞ。そして電撃一閃、これで持ってけるかな。真ん中持ってってくれ、頼む。あ、いかん。お、いいね、やばい。この銃、お、燃焼って普通にあれだ、あれだね、継続ダメージもあるから普通に強いな。おっと、やばいやばいやばい。これはどう、これどうだ。まず獅子山だよな。獅子山行っといて、稲妻飛び後ろ回し蹴りか。ここ、いけ、持ってけ。お、いいね。そしてずるいがしょうがない、死んでくれ、メルザルガルド退場。これ勝てるかもしれない。これはやばいやばいやばい、危ね。もらったんじゃないか。これで獅子山打って、そして飛び後ろ回し蹴り、これで燃焼、そして獣王の勝った。いいね、このメンバー。イナズマックスなかなか良くないか。イナズマックスがいいというよりもあれか、燃焼っていう状態楽しいな。ここに来て燃焼にはまる可能性がある。燃焼チームを作ってなんかワイワイしたいな。まあその時は多分このイナズマックスと地底王は必須になるんだろう。まあとりあえず燃焼なくてもイナズマックスなんかいいな。案外良かったです。科学タイプのうちの第4位、イナズマックス。まあとりあえずいいか。今日はこんなところで。イナズマックスだ。